NSJ ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。まずは今週のマーケットの振り返りからです。今週のマーケットはですね、先週に引き続きまして、新政権に対する期待感、これが先行する、展開となりました。海外市場と比較してもですね、投資対象として県外にあった、割安感のある東京市場がですね、水準訂正というところで、買いが入ってきて、これを相場全体を引き上げるというところで水準訂正が続いています。チャートの方をご覧いただくと、一気に駆け上がっている状態がまだ続いており、高値圏でのもみ合いといったところになります。これを裏付けるようにですね、東証が16日に公表しましたですね、9月の第2週、つまり先週の外国人の買い越し額、これはですね、現物先物両方合わせまして合算しますと1兆547億円、この金額というのはですね、昨年の11月、大相場の始まったですね、アメリカの大統領選、そこ以来の水準と、かなりの高い水準になっております。先週1週間で、1200円ほど、日経平均は上昇しているんですが、この上昇の裏付け、エビデンスとして海外投資家の積極姿勢というのがうかがえます。今、申し上げましたけれども、先週末と比較すると日経平均ですと、チャートを見ていただくと、これが今週の週足になりますけども、118円の上昇、トピックスは 8.5 ポイントの上昇、NT 倍率は、先週と同じですね、14.5 倍というところになっております。騰落レシオはですね 138%、依然、過熱圏にあるというところです。売買高はですね、1日あたり、日々3兆円を超えているというような状況が続いておりますので、まだ活況が続いているという見方ができようかと思います。日足のチャートを見ていただくと、先週もお伝えした通りにですね、そこからこの連続陽線記録というのも伸びておりまして、12本連続というところまで、記録が伸びました。高値圏でのもみ合いというのも、実現しておりまして、火曜日にはですね、2月の年初来高値、これを抜きまして、3795円取引時間中の高値ですね、ここまで、買い進まれたという状況です。この水準は31年ぶりの高値水準というところになっております。日経平均の週足、こちらの方ですと4週連続で陽線を引いております。でトピックスの方を、見てみますと、こちら、トピックスは2100ポイント台まで上がってきておりまして、これボリンジャーバンドなんですが、この一番上の赤い線、これプラスの3シグマという、かなりこう拡散、一番離れたところなんですが、もうこの水準まで週足で到達しているというところですので、かなり大きなトレンドが出てきているというのが、分かろうかと思います。こういう強い相場展開というのが、未だ続いているような状況です。若干ですね、一服入れているというところもあるのですが、来週以降、相場展開を見てみると、やはり、3連休明けも期待が、持てるというようなところになろうかと思います。来週の相場ですけども、東京市場の方は、シルバーウィーク、3連休明けとなります。立ち会いは3日間と、なっておりますね。今急進をしてきた日経平均ですけども、昨日、その前というところで、2日間の、下落で、一旦小休止となっておりますけども、まだまだ高値圏というところです。来週の3日間の立ち合い、で中国市場の方もですね、21日までは4連休というところになっております。そして21日22日、ここはですね、日本そしてアメリカともにですね、金融政策の、会合が開催されるというところでありますけども、今回はですね無風状態での通過になるんではないかと見られております。海外情勢を見ながらですね、この3日間の立ち会いというところを、こなすというところになろうかと思います。やはり何といってもですね注目されるのは自民党の総裁選の展開、ここが最大の注目ポイントとなりそうです。こういう背景を踏まえて今回はですね注目銘柄2銘柄、ご用意いたしました。まず1銘柄目がこちらですね、宇部興産、証券コードは4208、業績が好調でして、増額期待からですね、出たばかりの会社指揮法ですね、こちらでも、会社側の上期予想、135億円に対して180億円予想、通期ですと370億円に対して390億円を掲げております。またですね需給面ではですね来月末期限を迎えます自社株買いの枠というのがですねまだございまして、これがですね好需給をもたらすと見られます。9月22日でですね高値期日を迎えるというところなんですが、改ざんの整理もだいぶ進んできているようです。直近では売り算が増えてきておりまして、信用倍率は 3.89 倍、かなり拮抗してきてますね。来年3月で会社設立80周年を迎えるというところで、4月からはですね社名変更になります。アルファベットで UBE と書きまして、そのままですね宇部興産の UBE という名前になるそうです。前期今期ともですね年90円の配当は据え置きとなっておりますけども、このタイミングで記念杯などを実施するという可能性も考えられます。増額期待、そして自社株買い、信用需給の好転、それと80周年と、あと社名変更ですね、切り口はかなり豊富になってきております。PER は 9.89 倍、まだなお割安感というところですね。 PBR は1倍を切っておりまして 0.65 倍、配当利回りは 3.88% と、見直し買いが入る余地は十分にあろうかと思います。高値はですねこのチャートで見ると一番向こう側にありますね2559円というのがあるんですが、その後の、安値ですねこの7月になりますけども2100円台というのがあるんですが、ここで安値をつけて、この鍋底型から、調整切り返しと、出直りの波動の形成中というところです。注目銘柄というところですね。もう一銘柄は、こちら、証券コード7688、ミヤヘルさんになります。調剤薬局ですとか、あとは介護事業所、認可保育園、この3事業を展開しております。この度ですねヒノキヤグループ傘下で、保育施設や高齢者住宅を運営するライフサポート、これを子会社化すると発表しておりまして、今日もその材料をもとにですね株価は急進しておりましてストップ高となっております。中期経営計画で、保育分野の売上高比率をですね、19.3% から 25.1% まで向上させる方針を打ち出しておりまして、この目標達成に向けた一手と見られます。一気にですね、保育施設が増えるというところで、目標の超過達成というところになります。事業エリアとですね地理的な重なりも少なく、保育事業の成長促進と、あとは子育て分野の拡充が期待されるというところで注目されます。チャートもですね、しばらく底張っていった感じがいたしますけども、今回のこの好材料で一気に上抜けというところです。要注目の銘柄です。なんといってもですね、このシルバーウィークにかけてはですね、自民党の総裁選が始まります。いよいよ新しい日本の方向性がどういった形になるのか、それに伴ってですね海外投資家の目線、こういったところが注目される相場展開になろうかと思います。以上、NSG ヘッドラインでした。